で、2日のところをご覧になってください。で、英語と日本語、ちょっと太文字で出てますが、日本語ね、放棄、捨離、まあ英語では renunciation ってなってますけども、 renounce っていうのは放棄すること、捨てること、放り投げることですね。それの名詞です、名詞ですので、放棄、捨離ね。とは自分意識を捨てることです。前週の方でもね、捨てなさいとか思いを手放しなさいとか言いますよね。でも捨てなさい、手放しなさいって言った時に、マハルシにとっては究極的にはその自分意識だけなんですね。前週の方で獲得っていうのは思いね、自分があって、自分の記憶があって、それが思考とか感情とか感情思考ねになってきたものを上の方で手放してるだけなんですよ。前週の方はマハルシが言っている手放し、リナンシエーションっていうのはね、そうじゃなく、感情思考の元になっている実家とともにある記憶を支えている、その自分意識、根っこ、自分意識をリナウンスしなさいって言ってるので、レベルが違うんですよ。ですからマハルシから見ると、禅宗の方の獲得っていうのは一人称の中の他人称を手放せって言ってるので、一人称そのものをね捨てなさいって言ってるのではないので、根本的な解決にならないし、そういう修行をいくらしても下脱できないっていうのはもう構造上の問題ですよ。これは自分意識に無目視とはもう熱意を持ってないんだから。言葉では言いますよ、無我とか無心になれとかね、いろんな前奏言ってますよ。無心になりなさいとか、無我になることですとか、自分を捨てることです、計らいを捨てることですって。でも夜になったら酒飲んだり、女遊びしたり、外車ね、欲しいとか夢見たり、海外旅行に行ったりしてるでしょ。内山老師でも、あの寝るときは寝酒ね、ウイスキー飲まないと足冷えるのでって、毎晩寝酒です、ウイスキーで。動物の写真集とか見たりで、ちょっと散歩すると疲れるので一服って、タバコ一生やめられなかったでしょ、沢木良もおそらくね。前奏はタバコ酒やめない人たちの方が多いんですけどもね。マハルシがアルナチャラ散歩してきて、途中でタバコ一服って帰ってきたら、お風呂に入った後寝酒のウイスキー飲んでて考えられます？だからレベルがあまりにも違うんですよ。まあ、僕はウーラがほとんどの人たちの、木村先生たちとか内山老師たちとか澤田先生とか全部知ってるのでね、よく批判がましいことを言うけれども、名前しか知らない人たちは、木村敬信先生、魂の科学のね役者の木村敬信先生とか、あの日本で最高の指導者と言われていた澤田先生とか、まあ清らかそのものみたいに見える千田アナンド先生はね、あの内山老師とか沢木老師とかって、もうネームバリューだけで素晴らしい人って、運上の人ってこう思うんですね。で僕は、ま、ティグナタンが頭に、坊主頭に触ってみたりとか、石原先生が髪切りいつもポケットに入れてたりとか、そういうのを荒探ししなくても気づくわけね、体が言ってたりなんか喋ったり書いてたりするので。でまあ春日の教師からすると、これはゴミじゃないかと思うわけ、そういうようなことはね。で気がつくとね、その手放し手放しって言っても、マハルシが言っているリナンシエーションとか手放しっていうのは自分意識であってね、禅宗の方で言っているのは考え事や感情とかそういうことであってね、レベルが違うんだっていうのは僕はだいぶ前から知ってるんです。それであまりにも違うので、いろんな有名な人の悪口言うのは、皆さんがそういうのに価値観を置いてるからなんですよ。中村さんでも、僕と出会う前なんか、カシーさんとか、それから木村先生とかねと出会ってるでしょうし、そういうのを聞いて、やっぱり本、あれだけの本訳したんだからすごい人だろうとかって思ってたに違いないんですよ。岩井さんなんかもっとレベル低く、中山さんや井上さんを雲上の人だと、雲の上の人だと思ってたんだから、うん。まあ、瀬川さん、安木さんでもね、インド人に習ったりとか、まあ中村さんに習ったりしたろうと思いますけども、あと千田アナンド先生って、もう最高の下脱者ぐらいにね、瀬川さんたち思ってたかもしれないけれども、僕にとっても最初からはっきりしてるんですよ、ラマダマハルシとの違いっていうのは。まあ、チダナンダ先生のグルのシバーナンダでも、マハルシのことになると何も言えなくなって、まあいろんな霊性の人たちは、シバーナンダは教えだけど、マハルシはもうインドが生んだ最高の聖者だって、月とすっぽんぐらいにインドでも思われてますし、
でも皆さんにはその違いわからないし、日本ではシバーナンダの方が有名だし偉いと思ってる人多いしね。だから皆さんの価値観を打破するためにはかなり辛辣に悪口あるいは批評をねしてあげないと、皆さんのその観念ね、先入観念ですのでね、先入観念っていうのはもう強烈なんですよ。皆さん本読んで先に入った知識から判断すると、後から読んだ本正しくてもね、これ間違ってるってこう思ってしまうわけ。いや本当ですよ。例えばオフトゥンなって言うと、エリちゃんやヤスクさん最初笑ってたけども、どうもね、紳士たちがオフトゥンって言うらしいなって分かると笑えなくなるでしょ。オフトゥンでもオフトゥンでもどっちでも正しいんだってこうなってくるでしょ。だから正しい方が大体は笑われるんですよ。何でもラマナ・マハルシ、ラマナ・マハルシって言っても、木村先生たちラマナ・マハルシをせせら笑ってたしね。今はどうか知らないけどね、今は分かってきたでしょ、生きてればね、年取ってきたしね。渡辺君言ってた方が正しくて、だって自分のグルのヨーゲシバラナンダ先生がお忍びでマハルシのアシュラム訪問してそーっと帰ってきてって、自分のグルがマハルシに礼拝しに行ったりしてるんだから、それ知らないでマハルシにこんな体でヨーガできるわけないじゃないとかって、バカげたかという自分の愚かさ加減にはもう気がつかれてるとは思いますけどもね、よくわかりませんが。それで何を捨てるかって、皆さんね、皆さん歯切れいらないもの捨てた方がいいよってレベル随分低いと思わない？着てない服とか人にあげて、アフガンにまた送ってあげてとかって、こういう話ここからするとなんたることかと思いません？免状紙切れ一枚捨ててなって言われると、野村さんそれだけは捨てられませんって僕が言いたいことと習いに来る人のレベルあまりにも違いすぎて分かってもらえないんですよ。で、免状とか母子手帳を捨てらんない人がに僕これ解説してあげてね、分かってもらえると思います？ですから放棄とは自分意識を捨てることですって、そこに行くためにいろんなものを捨てたり整理した方がいいですよって僕言ってるわけ。それは所有物を捨てることだけではなく、所有物もいらないものはね捨てた方がいいんですよ。所有者、所有物を持っているのは私でしょ。これは私の本です、これは私のカバンですとかね、私の、まあ、貯金預金ですとかね、それをも捨てることです。ですからマハリシが言っているリナンシエーション、ティアガとかあれこれありますけれども、捨てるのは自分意識が対象であるということです。対象にできる一番身近なものは自分意識なんです。一人称の中で一番自分に近いのはその自分意識、アハンカーラなんです。それに比べたらね、五つの鞘っていうのはだんだん遠くなっていくんです。食物鞘、肉体肉に従って遠くなっていくんです。ですからそれらを霊視したり霊聴したからって別にどうってことないんですよ。そこにこびりついている執着を捨てれば、それは手段になるんですよ。食物さやでも精気さやでもね、そこにこびりついてしまっている執着ね、変満している執着捨てれば、捨てるためにあったんだっていうことです。ヨーガスートラで書いてあるように、体験して体験に伴って生じた執着を捨てるのが下脱であると。ですから執着を捨てることができるなら、その道具ね、食物さやとか精気さやとかいうツールは役に立ったんですよ。執着捨てなかったら荷物なんですよ、お荷物で。解説の方をご覧ください。所有者である自分は自分の考えを繰り広げ、ね、私の考えっていうものを持ってしまうと、その考えが体を通じて行動につながって、その行動をすると行うことによって結果が生じます。そこには執着がこびりついています。それが業と言われるもので、それは力を持ってますので、また次の行為を生み出して、延々と繰り返していく。まあそれが輪廻ですよ。だから毎日輪廻しているようなもんですよ。自分の体で実行し、自分の所有物を増やし続けるものです。この所有物っていうのは物だけじゃなく自分の頭の実家ですよ。記憶とともにある執着ね。自分を設定してしまうと
自分の何々はどんどん増えてしまいます。自分のもの自分のものってね。まあその後どうなるかっていうとは、どうなるかっていうのはトルストイのね、人にはどれだけの土地があれば生きていけるのかっていうのではっきりしてると思います。もっともっとって分取っていこうと思うと、その自分が死んじゃうわけなんですね。所有物の所有者である私、それは誰なのかに向かうのか、それがアートナビチャーね。私の何々にこだわってね、財産とか名声とか地位とか、まあいろんな免状とかねを増やしていくのか、全く逆の方向でしょ。北と南に一緒に出発するようなものでどんどん離れていくだけのことです。だから皆さんにとっては、長屋で修行に関わってきている人はここで今ね、今立ち止まってみるのでなければ、どのような人生をこれから歩もうとすら大したものじゃないということです。でその立ち止まるのができないんですね。あの昨日エリシャンたちのホームページのところでちょっと説明しましたようにね、立ち止まって考えてみることがなかなか難しいんです。勤めている人たちにとっては、まだ川さんうんってうなずいてるけど、旦那さん見てるからわかるでしょ、うんうんってね。まあ瀬川さんのとこは立ち止まるっていうか、ちょっとね、ほんのちょっと短い一休みして、また前より楽な仕事について多少ペースダウンできたんですよ、瀬川さんの旦那さんはね。だからスローダウンね、石原先生言ってスローダウンしてみるっていうのはいいことですよ。赤星さんの旦那さんも立ち止まって、で引っ越して、でまた就職されて、前よりは楽な気持ちで働いてると思いますけどね。まあ前川さんとかはもうちょっと時間かけてね、立ち止まることになるだろうと思いますけどもね、急がなくても構わないんです。まあエリさんが前川さんのね足首あたりに小指と小指でひょいってこうやってるぐらいで、前川さんまだ歩いてるから、うん、もうちょっとガッと掴まないとダメかなって言っても引きずられていって、うん、もうね何年か数年かすると、まあおのずとね止まるようになると思います。それからまた別の歩み、もっと楽な歩みをねしていったらいいということですよ。から平瀬に来て皆さんも立ち止まってみませんかっていうのを美しくね、なんか表現したらいいと思いますね。平瀬の乙女の寝姿の写真になんかこう言わせてね。乙女じゃやとかって言ってみたら、おばやんじゃやだったりして、うん、ただ3日目に行きますので、タップって言います。それはね、タップしてみて